中日高橋ひろと塩を振って食べてました。中日高橋ひろとパスタに具を乗せない人を初めて見ました。塩を振って食べてました。びっくりしました。塩パスタはあゆほど良い食事なのか。塩おにぎりぐらいの普通感。オリーブオイルだけで食えるけどな。大谷って人としての生活捨てすぎてて、これで大金もらっても何に使うんやろと思ってしまう。塩パスタってそんな栄養ええのか。むしろダメそうやけど。普通アスリートってタンパク質とって炭水化物は避けるもんちゃうの。パスタに塩ってまさかやん。大谷に昆布茶の粉末をおすすめしたい。お礼で1億ぐらいくれないかな。トマトとひき肉で体にそんな悪いことあるか。ゆで卵潰してパスタと絡めたらダメなん。試合前の食事やろ。立浪監督の米どか食いすんなってありがたい教えと一緒や。オリーブオイルと塩コショウでギリギリやな。大谷ってグルテンフリーじゃなかったっけ。もうパスタ食ってんのか。今年のオールスター会見で今シーズン1回も外食してないとか言ってたからな。大谷バスケもサッカーも超一流ってみんなめっちゃストイックなんよな。とにかく脂質はいらないんやな。うまい食べ物には大体入ってるけど。大谷もみんなに合わせて久しぶりに贅沢してスパスタ食ったんじゃねえか。ご視聴ありがとうございました。